フレゼリク8世は、デンマーク国王。グリュックスブルク公使であったクリスティアンと、ヘッセンカッセル紅白家出身でフレゼリク7世の、孫にあたるルイーゼの長男として、コッペンハーゲンに生まれる。フレゼリクが生まれた当時、王位継承者として注目もされていなかった両親は、コッペンハーゲン市中の館でフレゼリクをはじめとする、子女たちを産み育てた。王太子として1864年の第二次。 シュレースビヒホルシュタイン戦争に従軍し、その後不王の統治をよく助けた。1906年、不王の崩御に伴い王位を継承した。即位時すでに64歳と高齢であり、病気で衰弱もしていたために、わずかな期間しか能力を発揮することしかできなかった。フランスへの旅行からの帰途、フレゼリク八世は、ドイツのハンブルクに立ち寄り、到着の夕国に、 お忍びでユングフェルンスティークを散歩した。散歩の途中で気を失い、公園のベンチに倒れているところを警官によって発見され、ハーフェン病院に搬送されたが死亡が宣告された。死因は心臓麻痺と公表されている。他の王族と同様にコッペンハーゲン近郊のロスキレ大聖堂に埋葬された。フレゼリク発生は多くの点で不法以上に議会主義体制に 好意的な自由主義的統治者であった。また、デンマーク、ノルウェー、ベルギー王家及び、ルクセンブルク大公家は、フレゼリク8世の血を引いている。デンマーク王家とのつながりは当然ながら、ノルウェー王家は、ジナンカールを経たものであり、ベルギー王家及び、ルクセンブルク大公家とのつながりは、次女インゲボーの娘、アストリットを通じてのものである。スウェーデン国王カール十五世の王女。 ロビーサ1869年7月28日に結婚し、4男4女を設けた。ありがとうございます。